全日本自動車産業労働組合は、日本において、戦後初期に、自動車産業労働者を組織していた、産業別労働組合。略称は、全自、英語名称は、オールジャパンオートモビルワーカーズユニオンを用いていた。機関士は、全自動車。1953年初頭の分解数は99、組合員数は3万人ほどであった。 1948年3月、日産自動車、トヨタイスズの労働組合が中心となり結成される。企業別労働組合の連合体の性格が強かったが、組織的には個人加盟の形を取り、また、核炭素は分解へと名称を変更するなど、産業別組合の実質化を施行していた。産別会議には参加していなかったが、全労連に加盟し、 その中核組織であると自ら認じていた。GHQ の意を受けた法務不特新局による解散命令によって全労連が解散させられた後は、戦線統一懇談会を提唱し、急全労連加盟組合にこだわらない、労働戦線の統一を目指し、平和運動にも積極的に取り組むことになる。総同盟などが全労連を脱退した後に、 結成した総票に対しては、右からの統一だと批判していた。しかし、高野実ル事務局長下の総票が、鶏からアヒルへと言われる左旋回したことを受け、1952年12月に総票加盟。以後、総票再左派の一翼を担う。1952年夏には、同一労働同一賃金などを柱とした、賃金原則を発表し、 積極的な賃金闘争を進めるが、1953年の日産葬儀の敗北で大きな痛手を受ける。以後、日産分解への闘争資金の貸付金、返済問題への対応をめぐって組織が分裂し、1954年12月に解散。現在の自動車産業の産別である全日本自動車、産業労働組合総連合会とは断絶した。 関係にあり、ソーレ連は、前寺に対して否定的なスタンスに立っている。ありがとうございます。